はい、宮本です。アプローチでダフリトップが出てしまう方、こういった方がちゃんとアプローチを打つためにはどうしたらいいのか、今日はそのポイントについてお話をしていきます。チャンネル登録は無料です。自動で動画が配信されますので、ぜひご登録ください。それでは今日はダフリトップが出てしまう方の打ち方、ダフリトップが出ないための打ち方、そしてその理由、そして最後に習得方法についてお話をしていきます。まずダフリトップが出てしまう方、ダフリトップが出てしまう方はこのようにグリップを立てて使ってしまいます。そうしてしまうとクラブヘッドが鋭角的に入ってきてざっくり、それを嫌がるとトップ、この繰り返しでざっくりとトップっていうのが出てしまいます。ですのでざっくりとトップを起こさないためにはこのようにグリップを横に横に引っ張っていく使い方、これが私が推奨している打ち方です。これができるとグリップを横に引っ張っていくとクラブが緩やかにボールに対して動いていきます。そうすると少し手前からダフっても滑るように使えたり、ちょっとクラブが浮いてボールに入ってもロフトが立ってボールに向かって動いていきますので、リーディングエッジではなくフェースに当たります。グリップを立てて使ってしまうとリーディングエッジから当たるのでトップボールが出る、グリップを引っ張って使うとロフトが立ってくる、そうするとフェースにしっかりと当たってくる。アプローチが上手な人はこういう動きができているので大きなミスはいつもしません。ぜひあなたもこの動きを習得していただきたいと思います。それではその習得方法とは、手と手を離して打つ練習をします。この時にいくつかルールがあります。まず素振りをしてください。このようにチャッチャと地面を吐く音が聞こえるとバッチリです。そしてこの時に打ち終わった時に左手が必ず高い位置にいること、左手が手首側に折れるような動きというのはしてはいけません。左手が高い位置をキープし続ける、これができるとクラブヘッドが緩やかにボールに対して入ってきます。そしてグリップをインサイドにしっかりと引っ張っていく、左手が高い位置をキープしながらグリップはインサイドに入っていくように動かしてあげます。この位置が理想的な位置です。それが引っ張ろうと意識してターゲット方向に引っ張ってしまったり、引っ張ってても左手首が甲側に折れる、これは理想的な位置ではありません。この位置にクラブが動いてくるようにチェックしてみてください。これをしながらアプローチ練習をしていきます。まずは2回素振りをします。チャッチャッと音がしながら左手が高い位置、そしてインサイドにグリップを引っ張ることができたらボールを打ちます。このように打つことができたら大丈夫ですが、このように左手首が折れているのは間違いです。しっかりと左手を高い位置のままグリップをインサイドに引っ張った形を作ってあげましょう。これに慣れてきたらだんだんと手を狭めて、狭めても
同じ形を取れているようにチェックをしながらやってみてください。ざっくりやトップがなくなれば必ずスコアアップができます。ぜひ頑張って習得してみてください。